この時間は若狭圭一による借金15これがいわゆる監督給与ライン発言問題について触れたいと思いますこれは私改めて思うことがありまして言葉の切り張りはある意味うまいな見事だなと思う反面 ある意味怖いなというのを実感しましたこれ何かと言いますといつからかが定かでないんですが二三週間前くらいからですかね SNS で拡散されて いる言葉がありましてこれが借金15これがいわゆる監督休養ラインこれ鍵括弧で書かれておりますから誰かが言った言葉として拡散されていてその次に若狭敬一という固有名詞私の名前が貼り付けられているので私がこういう発言をしたというつぶやきがどん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 拡散されていってるんですよね。でこのツイッター自体に何の罪もない違法ではない。 見事ですよ。ただ本当にこういうことを若さアナウンサーが言ったという事実だけをペタッと貼り付けて拡散している。これはね、全く罪のないことです。素晴らしい。見事。うまい。一方で、これだけを見た方の解釈、感想、意見っていうのは、ちょっと間違った形のものも多い。 いろいろいありまして一番私の中ではそう捉えられるときついな迷惑だなと思う感想はどういうことかというと。 それを拡散した方々ではなくてそれを見た方々の解釈に問題があるんですが確かこれは若狭が CBC ラジオで与田剛監督の時に言ったことだとで若狭は与田剛監督を辞めさせたい一人だったからこういう発言をしてとっとと辞めろと。 若さは与田には厳しかったと。一方で、立浪はどうなんだと。立浪擁護派かと。間もなく借金15だぞと。若さも、立浪にもちゃんと詰め寄れよ。言葉の責任取れよ。みたいな解釈、意見、感想を述べられている方もたくさんいらっしゃるんです。 これはある意味とっても怖いな。言葉の切り張りのいいところと言葉の切り張りの悪いところをこう同時に感じている昨今です。改めてこの発言について私からお伝えすると、この発言をしたかしていないか、しました。いつしたか。これはね、明確な放送日は 記憶ないんですけれども2021年、与田剛監督3年目のシーズン終盤に CBC ラジオ若狭圭一のスポーン内で発言しましたで、この2021年シーズンというのはドラゴンズは結局借金16の順位5位でフィニッシュしておりますので2021年の終盤に私が発言したものですじゃあこの言葉を撤回するか否定するかというと一切撤回も否定もしません今後もこういった発言をする可能性もあります なぜかというとこういったセンシティブな話題監督が休養するか否かこれ休養とは言っているものの事実上の首解任です監督がシーズンの途中で首を切られるなんていう一大事についてなるべく私は私的な感情を消して一般論で語るようにしていますしたがってこの時も2021年のシーズン終盤ですから今から 2年前の話ですが自分の感情は削除して決して話しています一般論として話しています私の取材あるいは私が過去の事実をもとにデータなどを見て分析した結果一般論として喋った話ですから憶測解釈意見はちょっと違ってるんですよね今いろいろとこう拡散されているものは じゃあ、この時私がどういう根拠で言ったかというと、これは2016年8月に中日ドラゴンズで実際に起きたことだったんですね。この時は谷重元信当時監督と佐伯隆弘当時コーチが8月に休養。まあ、表向きには休養となってますが、事実上の首解任に合ってるんです。この時の勝敗というのが43勝58敗3分け、借金15の再開です。 でこれね借金15だけじゃなくて最下位っていうのも一つセットになってるんですね。 山田久志さんにも話を聞いたことがあります。ただ、山田久志さんには、ご自身の解任劇の話ではありません。山田さんも、山田さん、かわいそうですよ。2003年9月に借金2でクビですから、当時5位だったんですけども、この5位っていうのも、日替わりで順位が変わるような状況で、めちゃくちゃ、勝率はクビになった監督の割には良かったんですが、2003年9月に山田さんはクビになってます。 で、山田さんの話じゃなくて山田さんはオリックスの OB 会長でもありますのでオリックスの球団内部の情報に詳しい。で聞くと2015年6月です。当時森脇監督ドラゴンズのコーチにも後になりましたが森脇監督が19勝34敗1分けこれがまた見事きれいに借金15の再開で休養に入っています。で、山田さんに色々と聞くと、聞く 大体借金がやはり15前後になって大きくつまずくと休養という話にはなるものだよ。これメリットがあります。チームを立て直すというメリット。そして責任の所在を明らかにするというメリット。さらにファンの怒りを沈めるというメリットがあります。一方でデメリットもあります。シーズンに監督がいきなりいなくなっちゃうっていうことで、もっとバラバラになる。 空中分解するというデメリットもあるんですが時にはメリットの方を重要視して監督の首を途中で切るということはプロ野球の世界あるということなんですね。あくまで一般論です。で私気になったのでいろいろ調べてみますとこの2021年の時にスポーンで言ったのはこの谷重監督の事実や森脇監督の事実をもとに私的感情を排除して述べたものです。 でさらに、ちょっと調べていくと、この5月6月、まだまだシーズン、試合100試合ぐらい残ってるじゃないかっていう時にもかかわらず、近年休養になった監督のケースを見ると、2018年、これまだ記憶にあります。開幕前非常に前評判の高かった、楽天、梨田監督、借金20で休養。2014年、西武、伊原監督、借金13で休養。2010年、スワローズ、 高田監督借金19で休養2009年ベイスターズ大家監督借金11で休養この4件近年5月6月に休養になってしまった球団の監督と借金と順位を見ると平均大体いいやっぱり借金15から16の最下位これがセットでショッキングな出来事が起きているということなんですね ここから一つ重要なポイントですが、じゃあ、借金15になったら、プロ野球の監督というのは、即クビになるのかっていう問題があります。そうではありません。これ、いろいろ球団によって諸事情ありますが、大体、 決めるのはオーナーナですでオーナーというふうに表に出る時もあれば例えば球団代表とか球団社長とか GM とか球団フロントとかいろいろ言葉役職もありますので一概には言えませんが大体いいプロ野球の監督が「すいませんもう私責任を取りまして休みます休養します首にしてください」っていうことはないです。だいたい球団のフロント側が 借金どうでしょうね。10とかそれこそ15ぐらいになってきてどうしようもなくなってきた。もうファンの怒りもとんでもないことになっている。しかも今やっている指揮官の野球というものも微妙だという時にはいろいろ会議に会議を重ねてオーナーが最終的に決断してはい、クビということはこれ過去にもあるんですね。だから我々マスコミがいろいろ言ったとて ファンが言ったとてまだねファンの声の方がオーナーに響く可能性はあります。選手コーチが言ったとて借金15になって即クビということはありません。これ決めるのはオーナーナですだからいやなんだかんだ言いながら今やってることは正しい。借金20になろうが30になろうが年間100敗しようがもうファンが怒って怒ってとんでもないことになろうが続投と 腹をくくれば続投ですこれもまた一般論です今回の発言整理します借金15これがいわゆる「監督休養ライン」発言問題言ったのは事実撤回もしません3年前にスポーンで言いましたただ私的感情を排除した過去のデータに基づく一般論ですそして借金15になったとて即監督が休養に入ることはありません決めるのは オーナーですしたがってこれもオーナーが決めるぞということも含めて一般論です借金15これがいわゆる監督給養ライン若狭圭一とつぶやきを見れば皆さんそこでイメージしてください鍵かっこ近年の監督給養に基づく一般論これを勝手に頭の中でつけておいてください